NACA プレゼンツ西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はポッドキャスト、ボイシー、YouTube でお届けしています。9月20日金曜日になりました。おはようございます、西戸明子です。昨日の夜は教えて西戸さんの第3弾で合ってますかね、第3弾。だいたい生まれが大阪で育ちが福岡の私は基本的に訛っていまして、迷ったらフラットに行けっていうのがこれ標準語の法則かと思ってるんですけど、第3弾でいいんですかね。標準語のアクセントご存知の方教えてください。はい、そのテーマは2025年からの生き方伝えますという講座が昨日ありましたという話です。参加してくださった皆様どうもありがとうございました。来年は本当にいろんなことが起こるだろうと言われておりましてね、そんな時こそ意識的に生きていくことが本当に大切なんだと、パニックに巻き込まれないことが大切なんだ、それは実は自分の人生がより良くなってくっていうことと完全に結びついているというわけで、人生の作り方について昨日は割と詳しく解説させていただいた、そんな時間でした。早速受講してくださった方から感想が届いています。ありがとうございます。こちらの方、今日の講座、昨日のことですね、受けた方は2025年、来年のカオスな状態にこそ活躍のチャンスがあるのだと感じました。そうなんですよ、来年皆さん実はカオス、混乱、混沌の時なんですけれども、これってむしろ飛躍のチャンス、活躍のチャンスなんです。来年もぜひ飛躍していただきたい、活躍していただきたい、だからやってます。今回の講座も間に合いますからね、まだほとんどの方って言ってもいいぐらい、昨日多かったです、アーカイブ受講の方がリアルタイム少なかったんですね。ですから全然間に合いますから、まだ皆さんね、来年飛躍活躍の年にしたいっていう方、すごいチャンス来てますんで受けてほしいなと思います。続いてこちらの方は、意識的であることの大切さ、私たち一人一人が持つ意識の影響力を感じました。そうですよ、すごいんですよ、意識の影響力、心の影響力ね。で、改めてどう生きるかをしっかりと自分に問い続けながら日々意識的に過ごしたいと思いました。そうなんです、実は我々がどれほど無意識に生きているのかという話、昨日させていただきました。その中で発見する自分の見たくない部分や受け入れがたい部分もなかったことにせずに受け入れていきたいな、そこにこそチャンスがありますからね。はい、西戸さん自身の気づきをシェアしてくださったのを聞いて、その姿を見て感じました。あ、そんな風に言っていただけるとありがたいですね。はい、さらけ出した甲斐があったと思います。気づきさんが飛び出して、昨日気づきさんっていうキャラクターが生まれたんですけれども、気づきさんが飛び出、気づくってことですね。気づきさんが飛び出して、っていう気づきを再現する西戸さんが面白かったです。見るたびにおかしかったです。はあ、そういう見方もあるんですね。まあね、やっぱり長い話を聞く中にはね、ちょっと笑っていただくポイントもあった方がね、集中力も持ちますから、そんな風に笑っていただけたんだったらもう光栄でございますね。ありがとうございます。そしてこちらの方、今日の気づきは相手の不機嫌は自分が作っているっていうことでした。私の中には私なんてって思う気持ちがまだまだ残っています。夫よりダメな私、何もできんしって自分を低く見せてしまってるんですよね。これを繰り返しているから相手もそんな風に私を扱うようになる。ああ、そうなんだとなんとなく納得しました。自分を大事にする、それだけでも相手が変わるんやなって思いました。いや、そうなんですよ、本当に自分の意識が、自分の心が相手の在り方も決めてるんですね。いやいや、相手は自分をどう見るかはあれでしょう、相手が決めることでしょうって思われるかもしれないんですけれども、
自分が自分のことをどう見てるかとか、自分が相手をどう見てるかとか、その自分の心意識によって相手って変わるんですよね。変えようと思ってなくても、まさにその自分の意識が人生を作るし、出来事を作るし、相手の状態さえも実は作ってしまっているという、この驚きであり、実はとってもシンプルな法則、一言で言うならば、意識が現実を作ってるよと、心が先で現実は後だよと、まあ、そういうことになります。改めまして、昨日の講座参加してくださった皆さん、ありがとうございました。そしてもっと意識的に生きていきたい、で自分の人生をより良くしたいという方、まあ、人生の作り方の話をしてますのでね、はい、まあ、これ4回シリーズなんですけど、1回目は無料で公開しております。で2回目だけを受けるっていうこともできますのでね、はい、気になる方はもうぜひぜひ受けてほしいです。よろしくお願いします。そして来年のカオス混沌においてね、一緒にその混沌を、混乱を少しでもこう小さくしていく、そのことに貢献する意識の使い方を一緒にやっていけたら最高だなって思ってます。世の中に起こる災害、パニック、いろんなことは私たち一人一人の意識の使い方によって変えていくことができます。そのために、それをやりたくって開催している講座です。一人でも多くの方に受けてほしいです。それでは今日もたくさんコメントをいただいております。ありがとうございます。ご紹介させてください。ボイシーにいただいたコメントです。しんちゃん、僕はやっぱり思考を手放せないです。西戸さんの話を思考で理解しようとしています。理解できない自分が受け入れられないのでもやっとしました。あ、まさにそのことへの気づきでした。私もこれ昨日の講座でもご質問をいただいたんですけれどもね、私たちってこうきっとわからないことはダメなことだって思ってますよね。これは日本中においてありとあらゆる世代の人が信じている考えなんじゃないかなと思います。わからないことはダメなことだ、私もその一人でわからないのはダメだって思ってるから、わからないとモヤモヤする、まあ、モヤモヤぐらいならまだしも、なんかこうわからない自分を責めるような気持ちまで出てきてました。ところが一昨日お話しさせていただいた体験が起こったことによって考え方が変わったんですね。どんな風にかというと、今まではわからないっていうのはいけないことだって思ってた。で、それがわからなくってもいいんだになったわけじゃなくって、わからないのは自然なことなんだっていう風に変わったんです。なぜかというと、自分が心で喋ってたつもりなのに、それは技術で喋ってたんだって気がついたら、もうどうやって喋っていいのか全くわからなくなっちゃったんですね、その瞬間。でもそれはすごい怖いことだから、じゃあどうやって喋ればいいんだと思って答えをうわーって探し始めたんですよ、その瞬間に。でところが翌朝気がついたんですね、あれって、なんかわからないと思って真っ白になったような、空っぽになったような状態。私は話す仕事をずっとやってきたのに、話し方がわからないなんてもう何者でもない、そんな状態。それに一瞬すごい不安になって、なんとかしなきゃってなったんですけど、ちょっと待てよと、それって自然な状態じゃんって翌朝目が覚めた時に思ったんですね。わからなくてもいいよねじゃなくて、あ、わからないが自然なんだという感じです。だから自分の中に
その一昨日以降、なんか穴が開いてるというよりはスペースが生まれた、空白がある感じなんですけど、それを埋めに行こうとしてない自分がいて、空白を空白のまま放置してるっていう感じです。でそれが心地いいんですよね。すごい軽くて、わからないっていうのは悪いことじゃないね。なんかそのことがこう本当に腑に落ちたのかなと、そんな風に感じております。まんまるさん、冒頭からおはようございますはおっと心を引きつけられました。昨日の放送も好きです。まあ、これは昨日の放送で、昨日コメントもらってるから一昨日かな、はい、ありがとうございます。活動をずっと応援しておりますというまんまるさんです。ありがとうございます。ちょっとね、これからいろんなやり方をまた試してみたいなと思っています。ちょこんさん、いつもこうして気づきをシェアしてくださる西戸さんは強い。自己探求を続け、変わり続けていく過程を見せ続けている西戸さんは、見せ続けてくれる西戸さんは、西戸明子そのものだと思います。心を伝えていいんだという許しを自分に。今回も素敵なメッセージありがとうございます。というちょこんさん、ありがとうございます。なんか、私はこう、教えるっていう立場にここのところいさせてもらってて、そうするとできてない自分っていうのを見せちゃいけないって最初思ってたんですよね。だからもうなんかすごい頑張んなきゃいけなくって大変で、まあ、でもそう思ってるのは自分だけだったっていうことに徐々に気がついて、少しずつは手放してきたつもりなんですけど、今回のはやっぱり大きい体験でしたね。しかもちょこんさんにこんな風に言っていただいて、本当にありのままでいいんだなって、ありのままがいいんだなっていうことを、これも何でも体験してみないと分かんないですね。今ずいぶんとそう思えてきてると思います。ありがとうございます。すんちゃん、すんちゃん久しぶりですね。体で聞くことに意識的になって、神経が共鳴し合う感覚に心地よさを感じるようになった頃から、いろんな音声配信を受け取るのがしんどくなっている自分に気がついて、ボイシーからも離れていました。思考優位な情報発信が溢れているように感じられて、今の私には刺激が強すぎて、自然が奏でる揺らぎの音色に共同調整、協力の協に働くですね、共同調整される心地よさを求めるようになっていました。昨日あこさんのフェイスブック投稿を久しぶりに見て、久しぶりに聞きたくなって、とても心地よくて嬉しくなりました。ありがとうございます。いつも応援していますというすんちゃんです。 ありがとうございます。繊細でね、敏感な感覚をお持ちだから、いろんなことを受け取っていらっしゃるんですよね。そんなすんちゃんに心地いい、よかったって言ってもらえたら嬉しいです。私はすんちゃんのこの言葉が好きですね。共鳴し合う感覚に心地よさを感じる、受け取るのがしんどい、なんか一つ一つの言葉に本当にこうすんちゃんっていう人が現れていて、自分もこういう風に話したいなって、本当になんか話し方初心者に今すごく戻らせてもらえたなと思っていて、自分が喋っている言葉とか声の響きとか、そういうところにちょいちょい嘘が入るんですよね。それ意図的じゃなくって癖なんですね。なんかこう歌を歌う時に、なんかここに拳つけちゃうんだよねみたいな感じで、喋る時にここでこういう音の響きに持ってくんだよねとか、ここでこういう時にこの接続詞で展開する癖があるんだよねとか、まあちょっと自分にしかわからない感覚かもしれないんですけど、そういうのがあって、そっちに
走っていく時があるんですよ。今まではそっちに走っていってるってことにも、気がついてなかった。まあなんか うすらぼんやりと感じてはいたんですよ、心の、なんか何パーセントぐらいかな、8%ぐらい多分ね。なんですけれども、なかったことにしてたんですよね、その 8% ぐらいで感じている感覚を。でも今はそのことにすごく気がつけるようになったので、一瞬一瞬にこの自分が発している音とか言葉っていうのを気をつけるっていうか、感じ取るようにしています。だから歩くにことに例えるならば、なんか一歩一歩感触を確かめながら、よちよち歩いているような感じがしていて、まあ、少し聞きづらいところもあるかなと思うんですけれども、はい、そんな状態の私です。応援してもらえたら嬉しいです。キムラッチ、これまでの西戸さんも好きです。でもこれからの西戸さんの方がもっと好きです。松本引越センター CM 風でいただいてます。これなんかこの後音楽流れてきましたっけ。私の中ではその後に大仏壇のっていうなんか別の CM の音が流れてきちゃって、あれ松本引越センターでしたっけ、分かんないや思い出したい。ありがとうございます、キムラッチ。かんちゃん、最近ブルースのセッションでギターを弾いています。回を重ねるごとに少しずつ自信がついてきたのですが、一昨日のセッションではなんか心とずれてる感覚がありました。そして気づきました、自分を隠すために上手くなろうとしていたって。本当は心のままを表現したかったのに。技術は心を表現するためにも隠すためにも使えますね。シンクロです、そのままでいいんですね。あー、かんちゃんありがとうございます。楽器を演奏するとか歌を歌うとか、書道とか絵描くとか、何かしらダンスとか自分を表現するっていうことをやっている方、話すことは全員やってる自己表現なんですけど、それ以外に自分を表現するっていう手法を磨いている方っていうのは、この技術っていうものをどう使うかっていう壁にきっとぶつかる時がありますよね。私はまあもうぶつかり続けてますけれども、でもまあそれでいいんだなって思ってます。そうやってぶつかり続けている自分に安心している自分がいます。福田康春さん、西戸さんほど学びを重ねている方でもそうなんだ、それでいいんだって思えて、なんだか肩の力が抜けました、ありがとうございますというコメントいただいてます。いや、西戸さんほどって言ってくださってますけど、それはね、私がそう見せているだけですね。うん、そんなに学びは重なってないですねで、それでいいんだなって私も今すごく思えてます。今まで頑張らなきゃ、結果出さなきゃ、分かってなきゃ、求められている以上のアウトプット、結果を出さないと、人が離れてく、求めてもらえない、嫌われる、なんかそういう考えを信じて、それで自分を追い込んで苦しんで、で苦しいから周りに八つ当たりしてっていうことを繰り返してきたんだなってすごく思います。言葉にすれば自分を許すとか、ありのままの自分を受け入れるとか、本当にシンプルなことなんですけど、まあシンプルなことほど難しいのかもしれません。でも私にちょっとできてるってことは、みんなにもできるってことです。みんな一緒です。
うん、なんかねますますそのままでいたいなって思っています。今日もたくさんコメントくださって皆さん本当にありがとうございました。それでは今週末はマスタークラス第4期のスピーチ発表会があります。東京の山手線の田町っていう駅から歩いて5分ぐらいのところにある港区立産業振興センターの小ホールです。11階です。時間は土曜日9月21日、明日が1時30分から午後です。そして明後日日曜日は朝10時30分からです。どんなスピーチが聞けるかっていうと、一昨日の放送みたいな、そういうスピーチが聞けます。マスター生が半年間自分と向き合ってきて気がついたこと、挑戦したこと、乗り越えたこと、そしてこれから自分をどんな風に世界に役立てていくのか、その思いを語ってくれます。心がぐわんぐわん振り回されて、涙がボロボロ出て、いっぱい笑って、心のジェットコースターに乗ったみたいな、そんな時間になると思います。なので遊園地が好きな人はぜひいらしてください。オンラインでも聞いていただけます。またアーカイブでもご視聴いただけることにする予定です。はい、その URL とかをお送りする必要がありますので、無料のイベントではありますが、どうぞお申し込みをお願いいたします。皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。今日も聞いてくださってありがとうございました。どうぞ気をつけてお出かけください。いってらっしゃい。西戸明子でした。